だったり、そうなんです、小さい枕だったり、はいはい、ドロドロのマグマがこういう流れていくときに水に触れると表面だけ固まるんです。こんな感じ、はい、すごい、すごい、手でこう擦るとキュッキュッっていうね、はい、音がしますね、はい、北上山地の北の端、端上岳。その稜線はまるで牛が伏せたようだと例えられるほどなだらかです。端上岳はマグマが地下深くで固まった硬い花崗岩でできています。かつてドロドロだったマグマが地下で固まり地表に隆起、その後雨や風にさらされ硬い岩だけが残り現在の姿になりました。北三陸に広がるなだらかな大地、海水面近くで作られた地形が時間をかけて隆起し平坦な大地を作り上げました。この階段状の地形が海成段丘です。ここでは畜産や畑作が盛んに行われています。この平坦な土地はまさに大昔からの贈り物。ウニやアワビを素潜りで取る天の北限の地、小袖海岸。隆起した海岸が波と風で削られ入り組んだ岩礁になりました。夫婦岩は小袖海岸のシンボル的存在。柱状の割れ目はかつて溶岩が冷え固まった証です。今ではこの入り組んだ岩礁がウニやアワビの格好の住処に。海の幸と北限の海、その陰に大地の歴史を感じます。断崖から海に直接流れ落ちるアンモウラの滝。その落差は実に150メートル、岩手県最大です。この滝を抱える黒崎に長く続く断崖は標高差およそ200メートル。激しい火山活動が作った大断崖は荒々しく海と陸を隔てます。
隆起した大地が作る大断崖。うわー高い間近で見るとすごい。まあ昔は海底だと。北山崎は三陸随一の景勝地です。高さおよそ200メートルもの断崖が南北に8キロも連なります。大地の隆起と荒波の浸食が長い時間をかけ作る景観、時計では測れない地球時間を感じてください。海食地形が見事な碁石海岸。海面から顔を出すこの岩では潮吹きの様子が見られます。そしてこちらは大きな穴が3つ開いた穴通し磯。実はここ傾いた地層があらわになっています。すごいです、この地層というか。そうです。碁石海岸の名前の由来はこの浜の石。泥の地層が固まり波に削られツルツルの黒い石に。海にそびえる三つの巨大な岩、三能岩です。中央の男岩は高さおよそ50メートル、20階建てのビルに相当します。この岩は海に堆積した砂岩や礫岩が削られ今の形になりました。男岩の足元にある穴を通ると幸せになるという。自然は時に人の想像力をかきたてます。気仙沼港に突き出た小さな岬、新名崎。石灰岩でできたこの岬には鍾乳洞が。穴が見えてきましたけど、こちらは何ですか？はい、鍾乳洞の入り口です。鍾乳洞というのはですね、石灰岩を雨水が長い年月をかけて溶かしていってできた穴です。気仙沼湾は同じ高さの丘が連なり、リアス海岸特有の深い入り江を囲んでいます。新名崎には五十鈴神社が鎮座し、気仙沼の漁業を見守っています。美しい砂浜が広がる豊富ヶ浦。断崖や岩が連なる北三陸では珍しい景観です。ここではかつて海水を煮詰める塩作りが盛んに行われていました。野田塩は震災後2度目の復活を果たしました。その昔内陸で貴重だった塩は牛の背に乗せられ山を越えました。いつしか塩の道と呼ばれたその道の痕跡が野田村の山中に今も残ります。
神秘的な青の世界。洞窟の名前からドラゴンブルーと呼ばれています。龍泉洞はですね、水がきれいなことから龍は水の神様、して泉が湧くので龍泉洞という場所になっております。龍泉洞の地底湖は世界有数の透明度を誇り、湖の底深くまで見通せます。石灰岩が水に浸食され作られる鍾乳洞は、長い年月をかけ形が変化し続けます。水の神龍が宿る龍泉洞は今も成長を続けています。海の青、岩の白、そしてすごい、この海猫さんたちのすごいですね、迫力がすごい、すごいですね、本当に、近い。海猫が舞うこの場所は浄土に例えられる浄土ヶ浜。特徴的な白い岩肌は、かつてマグマが地表近くで冷え固まった流紋岩です。荒々しい溶岩が時を経て穏やかで美しい景観を作り出しました。鏡のように美しい山田湾、リアス海岸では珍しく丸い形の湾は波が穏やかです。湾口の北側に位置する明神崎が浸食されずに残ったことで、外洋の荒波から湾を守っています。川が運ぶ養分は穏やかな湾に注ぎ、養殖漁業を育んでいます。ここはまさに地形が育んだ豊かな海です。大槌湾に浮かぶひょうたん型の島、蓬莱島です。地元ではひょうたん島の愛称で古くから親しまれています。白い岩肌はマグマが冷えて固まった花崗岩、この湾一帯に分布しています。島のシンボルともいえる灯台は、2011年の東日本大震災で倒壊しましたが、その後再建。今も船の安全と豊漁を見守っています。現存する日本最古の洋式航路、橋の航路跡。1857年に作られました。かつて日本有数の鉄鉱石の産地として知られた釜石。石組みには周辺地域の花崗岩が使われています。鉄の原料鉄鉱石が豊富に採掘されるこの一帯、まさに豊富な資源が近代製鉄の歴史を育みました。この史跡は明治日本の産業革命遺産として世界遺産に登録されています。
北上山地の石灰岩に開いた洞窟、老館洞。その奥深く、洞窟の中で流れ落ちるのが天の岩戸の滝。洞窟内の滝としては日本屈指のこの滝は落差29メートルを誇ります。浅い海に堆積した石灰岩が隆起し、地下水で溶かされ美しい洞窟になりました。高さ60メートルもの洞窟ドームの中には滝の鼓動が響きます。ここ全体が海になったっていう。津波で被災した宮古市の太郎観光ホテル。津波の脅威を後世に伝える遺構の一つです。何度も津波に襲われた宮古市太郎地区には万里の長城と呼ばれる巨大な防潮堤がありました。しかし大津波はそれを乗り越え町へ。三陸の歴史は繰り返される津波災害の歴史でもあります。太郎の遺構は自然の脅威を後世と世界へ伝えます。東日本大震災の津波で大きな被害を受けた陸前高田市。その大津波の中、唯一残った奇跡の一本松。かつてここには7万本の松林がありました。再生が進む砂浜。今、あの日、あの時を胸に、人と自然が手を携え、再生の道を進みます。